You can continue from a previously saved game. What? What are we good? Huh? セルとの戦いから何年かが過ぎた。16歳になった孫悟飯はサタンシティにあるハイスクールに通いつつ、グレートサイヤマンとして悪党を見つけては退治して回っていた。ひょんなことからミスターサタンの娘ビーデルにグレートサイヤマンの正体を見抜かれてしまったゴハンは、バラされたくなければ1ヶ月後の天下一武道会に出るようにと脅されてしまう。初めは乗り気でなかったゴハンだったが、あの世にいる悟空が天下一武道会に参加するために一日だけ戻ってくるとき、がぜんやる気を出す。悟空が参加するならベジータも参加すると言い出し、ゴハンの弟であるゴテンや小さいトランクス、クリリンやピッコロも加わって、何やらお祭り騒ぎの様相を呈してきた。その背後で邪悪な魔導士バビディが史上最悪の存在魔人ブーを復活させ、全宇宙を支配しようとしていることも知らずに。お母さん喜ぶだろうな。お父さんが一日だけでも帰ってくるって聞いたら、早く知らせに行かなきゃ。悟空太が天下一武道会のためにあの世から帰ってくるって？参っただな。オラだけ年食っちまってよ。エステティックサロンにでも通っとくんだったな。僕も出ちゃダメかな。勉強休んで修行しないといけないんだけど、優勝賞金が1000万ゼニー出るんだ。1000万ゼニー？出場しろ、ごはんちゃん。いやー、天の恵みだべ。お父の財産も残り少なくなってたとこだ。
なあゴテン、兄ちゃんと組手をやってみないか。わかるか組手って。うん、兄ちゃんが勉強やってるときによくお母さんが教えてくれてたもん。じゃあ行くよ。すごい格闘技の才能あるぞ。兄ちゃんそこまでとは知らなかったな。がっちり修行すればお前も天下一武道会に出られるんじゃないか。そりゃその辺は悟空のやつと違っとってよ、やり手なんだわ。違いますよ、今は天下一武道会に向けて一緒に修行してるところなんです。おみゃ、せっかくでしょ。修行なんてせんと遊んでやらなかんわ。やっぱ悟空の子供だぎゃ。いいの、私が修行したいって言ったんだから。ごはんくんはそれに付き合ってくれてるだけなの。ああ、わかったわかった、ごちそうさん。じゃあな。ねえ、これって修行じゃなくてデートだったの？僕も兄ちゃんとデート。違うって。私にはまだ内緒なんだ。いいじゃない、教えなさいよ。
え？困ったな。ベジータさん、ベジータさんも天下一武道会に出るんですよね。でしたら組手をお願いしたいんですけど。ああ、いいだろう。セルとの戦いの時は大きな力の差がある。今は違うということを見せて。ふっ、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 ふっ
に底力はありやがって。だが本番では必ず借りを返してやる。場所に帰った方がいいよ。想像よりずっとやばそうだ。そうするしかなさそうね。どう考えても私は邪魔だわ。残念だけど頑張ってね、ごはんくん。魔導士バビリってやつを倒してみんなを助けて。うん、じゃ、また後で。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこれるからデートとかしたいから。お前を倒すのは僕の番だ。なんだと？
舐めるのもいい加減にしろよ。魔界の王であるこのダーブラ様がこんな奴に。これは凄まじい気が膨れ上がっている。これが魔人ブーなのか。とりあえず探してみるしかないか。どけご飯、俺はカカロットに用があるんだ。ベジータさん、あんな奴に操られないで。
マジンブーがフルパワーになったぞ。しまった。しかも何か別の邪悪な気まで感じる。平和はもうそこまで来てるんだ。
つはスーパーサイヤ人？まさか昔にトランクスさんがあったっていう。カカロット？カカロット！逃がしたか。今の僕では完全にあいつを倒すのは無理なのかもしれない。ご飯の力をもってしても完全に消滅させることができなかった謎のサイヤ人戦士、果たして何者なのであろうか。ドラゴンボールを七つ揃えし者よ、この中から好きなものを一つだけやろう。いいだろう。了解した。さらばだ。